はい、どうも皆さんこんにちは、ペガちゃんでございます。はい、どうも皆さんこんにちは、しのとでございます。はい、今回がね、しのとレギュラーということで、はい、よろしくお願いします。今回は、間近に迫った WCS の、親善試合というか、まあ、調整じゃあそういうのをやっていきたいと思います。この2人ちょっと対戦してやっていきたいと思います。はい、ではまず最初にね、この2人のパーティー紹介いきたいと思います。はい、私のパーティー、メガボーマンダパーティーでございます。メガボーマンダパーティーバージョン WCS2015 でございます。ボーマンダですね、完全な物理型でございます。そしてバシャーモン、こちらね、完璧な、両刀ですね。ね、このオバヒはね、この H 前振りのガルドをね、ギリギリ一発各位置で持ってくるという、で飛び膝ブレバと、まあ、物理でやっております。で、ガミノです。こいつもね、かなり殻破ってからのクロスチョップシェルブレードストーンエッジと、かなりのサブウェポンとして、まあ、クロスチョップ入れてるんですけど、まあ、シェルブレードとストーンエッジの、まあ、普段やっていくと、まあ、そういう感じですね。で、ガルド、弱点保険の霊性です。シャドウボウ、影打ち、キングシート、クラスターカロンと、まあ、一般的な特殊型でございます。ナットレイ、こちらはですね、こだわりハチマキを採用しております。ナットレイといった様々な型が ある印象がありますが、このナットレイはかなり、もう完全なね、火力型でございます。で、ラグラージ、これもね、結構一般的だと思うんですが、ステロ、アクビ、ホエルと、まあそういう選出でございます。やっぱステロはね、かなり、本当にステロしてから吠えたりあくびしたりして、もう相手に交代を促していくと、まあそういう感じでございます。はい、では私のパーティー紹介させていただきます。まずメタグロス、はい、凡庸的な、はい、物理型で、まあここでバレパンを持っているのは、まあ、素早さをカバーするためですね。はい、では、はい、特に言うこともないので、こちらはリザードン。まあ、たまたまメスが生まれましたけど、で、まあ、それ以外は、至って一般的な、リザードン Y ということになっております。オーバーヒートか火炎放射か迷いましたが、火炎放射を採用しました。で、はい、次、ミロカロス。もう、要と言っても過言ではない。ミロカロスさん。もう、この人で、大体のドラゴンは潰せますから。ヌメルゴンは除く。はい。マジックコートを採用しておりますが、まあ、ここは自由枠。なんでもない。はい。ブラッキーさん。大好きなブラッキーさんです。はい。H ブッパの、D に少し調整した感じですね。で、まあ、5つ目を持って完璧な物理受けで、ちょっと特殊も耐えるぞという。で、物理型のアタッカーにはイカサマしまくって、特殊型や、まあ、耐久型には威張ってからのイカサマ、もしくはバークアウトで特殊をされていく。ということで。はい、その下。トリキスさん。まあ、最近は見ませんが、はい。普通に、まあ、強いので。スカーフを採用しているので、まあ、あんまり、打たれ強くもないし、火力も、まあ、そこそこなんですが、頑張っていきます。はい。バシャーモン。ニックネームはひどいですが、気にしないでください。はい。こちらはもう、本当に一般的な、バシャーモンですね。言うこともないです。はい。それでは、バトル開始。それでは対戦よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。グロス、リザー、ブラーブラーブラー、ミオカロトトゲキス、バシャあとそう、ブラオ、ブラオ、どうする言いたいだけはい、まあ、とりあえずペガちゃんはもう例に漏れずマンダが、うん、そしてその隣に馬車が、うん、下にガルドが、うん、まああれですね、馬車会にならないことを、まあまあそうですね
そうですね。うん。こうかな。これでいきましょう。え、早い。よし、あ、意外に早く決まった。大戦よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、さあ、初手、初手何で来るか。初手が何でしょう。はい、手がちょっとアデラージとマンダ、マンダですね。ここでシャイドとラピス、シャイドですね。はい、メスメスオスオス。なるほど、そんな意味ない。はい、勝ちに入って2段階上がる。うん、ではきついな、これきついな。それ、いきなりのどうするか。まあ、もうほとんど積んでますけどね。見せ合いで見せ合いでちょっと見せ合いで積んでるよな。有効手段がありすぎて。ただ本当に攻しかないよね、やっぱり。まだ、まあそうですね、まあもうこうするしかないな。で、馬車、あ、馬車、はい、やっぱこうするしかないんだよな。あー、ダブル交代、はい。納豆、そうですか、納豆ですか。こうなった時点で投票しかないのは最初交代読みでね、うん、あのエアスラかなんか打とうかなとか思ったけど、さすがになんか、トリッ、まあマンダはどうあれラグはもう本当に最初に倒しておかないとダメだな。本当に空に行っちゃいました、ね、全然入らないね。ああ、今一つだからね。うん、これはいい。これは、あ、そう。さて、ここだね。ああ、そうか。こうするしかないんだよな。ああ、ちょっとまあ、よかこうするしかないんだよな、こっちとしては。はい、そこはまあ読んだ。そこはな。で、ラグ、うん、ラグ、ラグか。あ、馬車守るね。馬車守ります、はい、さあ、はい、じゃあこれはまあ知らないか。うん、完全にこれ読むかです。わー、よし、来たか。はい、まあ加速させます。あ、これどうしよう。とりあえずこれが上手でしょ。うん、こうか、やっぱこうか。ほい、はい、なんか急にサイクル戦しました。あ、まあいいですよ、うん、そんなにミロカロさんの特攻ありたいんならいいです。もう今4段階上がりました。4段階ですね。飛び膝がどれだけいくか。あ、いきますね、かなり、うん、結構いくね。あんまり物理がよろしくないかな、もしかして。どうなんだろう。一応マンダの、うん、あの特化のステミナギリギリ耐えるだけは振りましたね。ほう、あとちょっと完全に降りたいとこじゃねえか。これは馬車ですか、馬車ですか。まあ左が入ってるとはいえ、4段階上がってますから。そうですね、ここで何取れた。そうですか。あー、
どうだ。じゃあ、ここは勝負かけるしかない。いやー、勝負、素直にいくか、勝負かけるか。いや、素直に、はい、どうなんだろう、ここなんだよな。どうしました、ペガちゃん。いつもモールですか。ここか。迷っちゃうやつですか。ここはもうこうするしかない。なるほど。まあ、4段階上がりましたけど。始まる。ヤズブラッキーさん。ああ、ここは勝負かけてもらったかな。でも後ろにね、あれがいるからね。ソラビ。あら、あれ？あ、マジか。変えない。あ、俺変えてくと思ったんだけどな。これちょっとね、ちょっとここ迷ったんだけどね。ここでね、迷った。マジか。でもここね、お、急所か。え、あ、マジか。今ここで急所引く。なるほど。二つ目、サンド、ジャルボール。ジャイロ。お、今一つ。これは面白い。もう僕には何かわかんない。そう。あ、やばい、ブラッキーさんただのクッションだけ。どうしよう、ブラッキーさんただのクッションだけは攻めたい。でもこっから仕事できねえ。うわ、どうしよう。俺正直まだ負け筋あるからね、僕も。まだ負け筋がありますから。一太郎。グロス。あー、完全にこれやられたわ。これはやられた。これはやられた。よっしゃ、よっしゃ、回復。3分の2回復。なるほど。ここでジャイロ。さあ、どれ切った。全然だな。そしてコツ目、いいですね。あ、全然だな。負け筋があるからな、俺。いや、行くしかない。そして多分バレパンでは絶対落ちないよね、マンダは。そう、多分落ちない。あ、迷うな、やっぱり。これしかできないから。ここで変えるのは、自信。知らないか。おお。で、相手のオボ。レッドパンチ。お、なるほど。うわ、イカ様は耐えるよな、多分。耐えないか、耐えないか。さすがに無理でしょ。だって竜の舞読みがないもんな。舞読み、いや、とりあえずこの体力だったら何でも倒せるなと思って。はあはあはあ。さあこっからです。ここだな、ここだ、本当に。僕今思ったんですけど、僕のチーム一匹も死んでないんですか。さあ、ここだな、ここだな。これどう取るか。引っ込める。誰だ。シェイド。もうステロ巻かれる前に立ちましょう。あー、完全にやられた。自信。シェイドには効かない。どれぐらい入るか。ああ、全然入らない。いやー、シェイドをね、後から出したかった。今出したいってよかったな。え、そっちだったの。
うわーい、うわ死なないか。あ、これはもう終わった、これは終わった、これは終わった、あ、これは終わった、これはひどい。これは終わった。リザードのメガストーンは落ちませんからね。そうですね、ラブライブしてます。はい、グッチャー、こぼれ球場。無駄球場、無駄球場。いやだな。で、火炎放射で、うわー、はい、うわー、はい、うわ、はい、うわ、うわ、これはな、ね、うん、毎回4-0、4-0、4立て4… まさかのよ。4-0なんだけどな。なんだけど、はい、結構な、まあ、途中まで勝ち、あの、まあ、グロスに捨て身やったのは でかかったかな、本当に。そうですね、うん、本当にでかかったなって。今回なんか交換多かったですね。交換が多かったですね。さあ、ではあ、もうということで、感想は、あ、はい、うん、そうですね、まあ、そうだな、まあ、ブラッキーさんの5つ目やっぱり入れて、うん、で、それでマンダが捨て身するじゃないですか、うん、それで半島ダメと5つ目でかなりいいとこまで持っていけたから、うん、まあ、ブラッキーさんのお仕事はそんなもんかなと。なるほど。正直途中までは交代戦で勝ってた自信はある。正直、ね、途中まで勝ってた、なんかちょっとやばいなと自信はあったけど、結果やられたと。そうですね、マンダの攻めがうまく読まれたなっていうのは、あのマンダが自信を仮に打ってようなら、そうですね、変わってた、正直勝ってたって。あそこで早めにブラッキーさんを倒してたら、まあなんかなったかもしれない。ただ結果4盾だけど、はい、全部黄色以下にはなってるからね。いや、僕一匹見せてなかった。誰だ一匹、誰だ一匹、じゃ誰だ一匹。え、だって誰だ、ちなみにミロカロスだったと思います。あー、カロスか。はい、でそこで弱したのか。ほんとなんかブラにやられたら、ブラに。あの、そこを言うだけ言って、うん、なんか片付けずにやめてもらいたいんですけど。うん、まあそういう感じかと。うん、そうですね、うまいやられたな、うまいこと、うまいこと、一つの交代、一つのターンで全部ひっくり返ったなっていうのはイメージがありました。そうですね、うん、多分、マンダが死ぬ一ターン二ターン前ぐらいは本当にかなり分岐点だった。かなりマンダが無双してた。あ、ここら辺無双してたから。そうです、ね、かなりなんだけど、あそこでブラッキーさん出したの美味しかったかな。うん、ああ、そういうことで、はい、はい、おっこいしょ。ということで、今回ここまでです。WCS、頑張りたいと思います。はい、まあ、去年で僕はあとレート20で、おお、あの30位ぐらいです。まあ、それぐらいやったんですけど、去年はね。ただ今年からね、二人ともマスターですから。そうですね、うん、去年はシニアでしたけど、正直ちょっと今年のパーティーちょっと若干不安が。そうですね、若干不安があるんだよね、うん、僕もレートしてなんか、最近負けてる、うん、ほら、これから、はい、これからまたさらに調整重ねて、そうですね、WCS 頑張っていきたいと思います。はい、はい、ということで、今回ここまでです。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。